町議員馬場隆です。今日はバリからお届けしています。パラオのダイビングショップを2000年から始めたんですが、もともとダイビングのショップに勤めました。2年ほどですね、日本2年勤めて、そこから、ペリリュー島っていうところに移住しましてですね、で、そこでお店を立ち上げてます。立ち上げてるって言っても、ボート1台買って、タングコンプレッサー買って、現地の人にガイド、実際に海の中のガイドをお願いして、私はボートのライセンスと運転手のライセンス取って、ボートの運転をしつつ、日本人のお客さんが来た時にはそのパラオの人がいろいろ話す通訳も兼ねてですね、ボートの上にいました。最初はホームページとかで営業してたんですけど、自分で作ってですね、ホームページもまだなかなか、それで予約するっていう人は少なかったので、日本の新宿あたりに、ダイビングを扱っている旅行会社がぼちぼちありましたんで、そういうところに挨拶をしに行って、飯食って、担当の方と会ってですね、契約というか、送客していただくことになりました。たまたままだその時はペリリュー島には日本人がやってるショップというのがなかったのでですね、日本語喋れるスタッフさんがいるところが欲しいと思っていらっしゃるところも多かったので、ちょうど良かったので、取引ができるようになりました。それからはもう集客にはさほど困ることなくですね、定期的に忙しい時期にはお客さんが来るようになり、暇な時はペリリュー島っていうのが第二次世界大戦中に日本軍とアメリカ軍が3ヶ月以上かなり激戦があった島なので、その島に慰霊に来られる方も結構多かったんですよね。戦車とか洞窟とか見て、大砲とかですね、見るツアーを私がガイドで運転でやってました。で、集客の方はうまく行き出したので、レストランを作ったり、ちょっとしたゲストハウスを作ったりしてですね、余裕ができて、2000年から始めて2005年ですね、2005年に本島のコロル島にお店を出します。お店を出した理由っていうのがですね、その時たまたま仲良く飲んでた韓国人のホテルオーナーさんと飲んでる時に、いろんな立ち入れ替わり、いろんな人が韓国から来てですね、一緒に飯食って飲んでたんですけど、結構旅行会社さんとかが来てて、でもうすぐ、1年後ぐらいに、韓国からですね、アシアナが直行便を出すよと、出す計画してるよという話を聞けたりとかしてですね、これはちょっと今まで韓国の人たちほとんど来てなかったんで、コロールのお店立ち上げようと思ったはいいが、コロールの方はもう全く旅行会社さんに掛け合っても、もう取引しているところがあるっていうことで、もうほぼ話を聞いてくれなかったので、韓国人はまだ全然パラオに来てなかったんで、そういう意味でこれはいけるなと思って、そういう関係の旅行会社さんとかが来るときはもう頑張って、私がボートを運転してですね、いろんなシュノーケーリングポイントやらダイビングポイントやら案内をしてあげました。おかげで契約も取れて、直行便問い始めてからはですね、もうバンバン団体で1日5、60人ぐらいお客さん来るようになってですね、コロール店の方がですね、こちらもうまくいきます。で、韓国の旅行会社から台湾のダイビング旅行会社につながったりとか、それから香港、中国といろんな旅行会社さんとですね、取引をできるようになったので、パラのダイビングショップかなり忙しくなり、スタッフも20人ぐらい抱えて、お店も大きい店舗に動いてですね、港前の本当忙しくて、
その時はちょっとまだ痩せてました、ね、であまり忙しすぎて私も腰を悪くしてですね、まあ、タンクを船に積んだり下ろしたりするのでかなり重労働です。で腰悪くして、本当もう腰痛み始めると2週間ぐらいベッドから動けなくなったりしてたりしたんで、もう現役はもうやめてですね、まあ、スタッフさんにお願いして私はもう事務的なことだけやるように切り替えていきました。ね、その中で、まあ、趣味でやってたパラオダイバースネットっていうホームページがあって、そこに、まあ、パラオのいろんなコラムとか情報、レストラン情報なんかを書いてたんですが、それがだいたい1日にだいたい300人ぐらい見に来てたので、これをまあなんか使えないかなと思って、ジムになった時に、ホテルとかツアーを予約できるクレジットカードでですね、が、まあ、銀行送金で予約ができるサイトに、まあ、システムを組み替えました。でそれこれはちょうどデルタの直行便なんかも重なって飛行機だけで来る人も増えたので結構予約も入るようになりですね、まあ、うちのコロールにもちょっとゲストハウスみたいなのを作ってそこにも格安で泊まらしたりとかしてですね、まあ、ダイビング以外でもぼちぼち仕事をやれるようになりました。まあ、で結局5年後ぐらいにはですね、ブッキングドットコムさんとかああいう大手のアゴーダとかですね、ああいうネット予約サイトがホテル予約サイトがパラオにも進出してきたので、そこからはもう下火になっていくんですが、入ってくる前までは結構忙しかったんですね。順調にいってたんですがちょっと陰りが出てくるのがやっぱりスタッフさんの独立があるとかなりきつくなります。まあ、大体韓国のスタッフさんとか中国のインストラクターさんとかですねうち雇ってましたんでその時期ですね彼らがまあ、大体自分でやれるなと思ったら、まあ、お金用意して独立していくわけです。独立すると、まあ、取引先の旅行会社とかですね団体さんをそっちに持っていかれてしまうので、独立されるとお客さんが減るっていう状況が続いてました。一番きつかったのが、まあ、台湾のスタッフ台湾人のスタッフがうちで4年ぐらい働いてたのがですね、まあ、彼も結局最後には独立するということで辞めてしまってそこでがっつりやっぱり取引先持っていかれたんですよね。で厳しくなって、まあ、どうにか東のツアー会社さんと組んだりしてですね、どうにか食いついてないで行ったんですが最後は一番きつかったのはまあ、うちでもっと働いて独立してやってたダイビングショップさんがですね、まあ、うちが借りてるコロールの海の前のテナントのビルごとうちはまあその1箇所を借りてたんですけどその2階のビルごとしかも3年分前払いというまあ貸主にとってはすごく嬉しい条件で建物ごと借りちゃったのでうちは追い出されることになってしまいました。しょうがないのでホテル大きいホテルの街中のホテルの中に、テナントとして入ったんですがコンプレッサー空気をタンクに詰める機械がですね騒音がうるさいので、使えないという設置できないっていうことになってしまいました。で、まあ、1本詰めるのにしょうがないですが、まあ、300円ですね3ドル他のショップに払って、タンクの充填をやってもらうようになったんですがこれ忙しい時、まあ、100本以上チャージしたりしますんで月に100万とかいってしまうんですよね。まあ、暇な時だと、まあ、50万ぐらいで済むんですがそれがまた負担になり、まあ、経営的にも
まあ赤字までは出てなかったですが、あんまり儲からなくなっていきました。で、他のテナントの場所を探すんですが、もうパラオも特に中国人がどんどん商売を出すようになってから、もうほとんど本当もう不動産の値段が倍ぐらいになってましたし、本当空きがない状態だったので、他を見つけれるような案もなくですね、私は漁船、中古の大きい漁船で使え、エンジンが壊れて使ってないのが港にボンと置いてあったのがあったんで、あれを中古で買って中を改装して浮かべる事務所にしようかなと思ってた時期があったんですけど、その時マネージャー店長としてですね働いててもらってた彼がそれにちょっと、嫌だったみたいで、結局それはできずにですね、コンプレッサーの費用がですね重く負担になってました。パラオのショップを閉めた理由の一つにですね、観光業というのが、かなり変わりつつあるというのが気づいたのが一つあります。例えば今日なんかもですね、バリの今日ツアーのガイドさんは Airbnb っていう、もともと民泊ですね、民泊の手配するサイトだったのが、エクスペリエンスということで、ツアーですね、個人の人が空いてる人が案内しますよっていう体験ツアーを販売するようできるようになってます。それと一緒でですね、パラオでもうちで働いた、人たちが独立してですね、特にショップなんかも構えずに、車と、自分のガイドのスキルだけをもとにですね、船は乗り合いって言って、他のダイビングショップさんに、3000、4000払えば乗っけてもらえるんでですね、お客さん1人に対してですね、そういうタンクはレンタル、もしくは最低限、2、30本ぐらい買って家に置いとくなどしてですね、個人の人が大幅な投資しなくても観光ガイドができるようになってきたんでですね、正直それに比べるとかなり料金的にも安い、うちらみたいなショップを持っているよりはですねかなり安くやることができます。というのも、スタッフを雇ってないっていうのもありますし、ダイビングのツアー会社とかやろうと思ったら保険に入るんですけど、事故が起こった時用に保険入るんですけど、これも月に5万ぐらい払ってますし、大体もともと大きいダイビングショップ、うちらみたいなダイビングショップですと、古いやり方ですね、旅行会社さんから送ってもらうんですけども、日本とかではパッケージツアーってことで売ってて、それをうちら受ける、現地で受けるんですけど、例えば1万5000円ぐらいのダイビングのツアーは大体もう私が始めた頃ですね、2000年頃はもう競争が激しくてですね、1人に対して3000円ですね、もう7割引きぐらいで、出さないと取引ができないっていう状況なので、もうそれだともうガソリン代、お弁当ガイド代、人件費ですね、なんか考えるともう全然赤字なんですね。なんで現地で追加で売らないと経営が成り立たないっていうような厳しい、経営状態です。それに比べて個人でやるとですね、経費いらないし、保険ももう事故っても、そのケアなんかしませんし、もともとビジネスの営業許可なんかも取ってないところがほとんどです。だから税金も払ってないということになりますんで、負担がほとんどゼロですからね、それはもう太刀打ちできないなと思ったのが大きい理由の一つにあります。2018年に、
パラオに行った時に1ヶ月ほどどうしようか悩んだんですが、まあ、最終的には閉めることに決めました。まあ、船からコンプレッサーから2つですね、結構ダイビング機材、まあ、バス、車5台ですかね、そういったものを全部売り払ってですね、売り払うの結構大変だったんですけど、まあ、どうにか買ってくれる人がいてですね、全部売れて、日本に戻ってきました。もちろん社員の人もいたので、社員の人たちは他のショップさんとかホテルにですね、話をして、まあ、どうにか雇ってもらえたり、まあ、社員の人によってはもう国に帰りたいとかいう人もいたので、まあ、帰りたい人には飛行機代払ってあげて帰ってもらいました。これがまあパラオの全ストーリーです。以上です。バリカラでした。